というのべらちゃんです。今日はデラちゃんとアルミンちゃんのメキシコ料理教室です。やったー。やめろよ、あっちでドが取らないね。じゃあ今日はメキシコ料理は作るけど、簡単で多分3分とかで作れる料理です。まあ料理というかスナックだよね、ツナサラダって感じで、もう本当に簡単で作るやつ。何を使うのは爪缶です。あのツナ缶何爪缶ミンチを使う。あとミークベジタブル、クラッカー、クラッカーって言うんだね、クラッカー。マヨネーズです。まあそれはね、人によるけど、これなんだっけ、ケチャップとアボカドを入れたらめっちゃ美味しいです。でも入れなくても大丈夫。じゃあ作りましょう。じゃあツナ缶をここに入れるね。なに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 、雷の呼吸1の方アルミンのヒゲ取ったよ。やば、それはどうやって。アルミン、あ、見て見て。ベロ。あー、かわいい。アルミンのヒゲが。僕も食べたいな。仲間を使って料理を作ってるけど、なんかちょっとかわいそうって感じじゃん。あ、共食いになるね。って思うんだけど。あ、やばい。何？ちょっとカット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 。どうした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 。なんか今問題です。何ですか？ちょっと失敗した。あとはもうツナ缶もないです。え、3分で作れるメキシカン料理じゃないの？そうだけど、なんかこれね、忘れた。何忘れたの？なんか冷凍、解凍するの忘れたの？そうです。ダメなの？ダメでしょダメでしょ。そのまま食える予定だったの？そう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 。あっちゃ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 、ちょっとやっちゃったね。オッケー、もうやり直した。大丈夫、今回は大丈夫。で、まあじゃあツナとあのベージュ、いろんなベジタブルを混ぜて、こんな感じです。見る？マヨネーズ。結構いっぱい入れる。多分これは日本にもありそうだね。多分どこでもあるかもしれない。でもこれね、メキシコでね、パーティー、例えば15歳とか中学校の時に、なんかみんなパーティーやるけど、なんかみんなお金がないじゃん。みんなお金がないから、まあなんか安い食べ物とかスナックだけで大丈夫なパーティーをやるでしょ。そしたらこのサラダは結構人気、簡単だし、まあ早いし、あの安い、めっちゃ安い。でもメキシコでは本当に全部切るね、人参とかじゃがいもとかも全部切って最初からやる。日本は便利だから、もうこんないろいろがね、まあスーパーで売ってる。こんな感じもちょっと、じゃあこれは人がそれぞれ、もっとマヨネーズが好きな人がいれば、じゃあもっと入れる。こんな感じです。まあメキシコでもなんかチリとかいろいろ入れるけど、普通はこんな感じですね。こんな感じです。完成。で、あ、このクラッカー。クラッカーはメキシコでサラディタスっていう、サラディタ、なぜなら、まあ、ちょっと塩味だから美味しい。こんな感じで、まあ、肉でいく。私ね、まあこれは日本で買えるクラッカーです。プレミアムっていう、これ多分いろんなところで見たことあるから、多分誰でも買える。
けど、ごめん、せいちちゃん。この前、ちょっとカルディカフェで、これを買ったの。これイタリアです。イタリア。クラッカーだけど、イタリアのだから、ちょっと味がちょっと違う。もっと塩が入ってるって感じ。だから、これも、一応乗せて、両辺に両方を食べさせて、どれが美味しいかどうか。ね。反応見てみましょう。アボカドとか、トッピングをすると美味しい。まあ多分日本でね、アボカドが好きじゃない人が多いみたいだけど、まあアボカド好きじゃない人はトッピングにしなくても大丈夫だから。で、もしよかったらこれね、ケチャップちょこっと上にです。で、こんな感じで簡単。美味しいです。まあ、ということでこんな感じで両辺に持ってきます。こんな感じです。じゃあ両辺どうぞ。なにこれ、ツナサラダ食べていいの？どうぞ。めっちゃまずい。ケチャップこれ。ケチャップいいの？ね、これは左側のは、うん、日本でクラッカー。あ、日本のクラッカー。うん。で、ここはイタリアの。イタリアのクラッカー。うん。だから両方食べてどうなる。いただきます。はい、どうぞ。どうですか？超美味しい。あ、食えよ食えよ、おい食えよ。じゃあイタリアね。イタリアも。イタリアの、いただきます。変わる？お、美味しい。どれが一番美味しい？日本の美味しいかな。そうなの？うん。多分イタリアのはもうちょっとちょこっと塩が入ってるみたい。うん？日本のは好き。日本のは好き。やっぱ日本人向けだよね。よくさん。やったー。はい。ありがとう。まあ、じゃあということでこんな感じで、はい、皆さんももしやりたいって。あればもぜひぜひ作ってみてください。はい、この動画がいいな友達、チャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。アディオス、アミゴス、バイバイ。